君か。おかえり。入り討ちにしてやれ。よくやった。単勝だ。回るぜ。おお、マジかよ。敵に捕まっちまった。
よし。油断するな。よし、一気に畳みかけろ。どじったぜ。君はまだまだ。君はまだまだ。敵2体を捕捉。よし、一気に畳みかけろ。もういいか。よし、レベルアップ。
敵2体を。あと1体だよ。よし、一気に畳みかけ。よくやった。普通のシャドウとは格の違う相手だ。慎重に行け。ドジったぜ。
場が少し疲れ気味だな。いや、知ってた？真田さん、今日検査入院でさ。さっき連絡あって、病院に届け物頼まれちゃったんだよね。俺って結構頼られてる？そんなの帰宅部なら暇だろうって頼んだんでしょ？そんなことねえだろ。冗談だって。で、何を持ってこいって？隣の E 組のクラス名簿だってさ。名簿？どうすんだろそんなの。ていうか今日たまたま部活休みだし、付き合おうかなそれ。あなたも行くでしょ？決まりね。え？何も別に困らないでしょ。俺が頼まれたのにな。ここって真田さんの病室。うん。じゃなかったりします？お前たち、どうして大勢で。お見舞いに来ました。でもなんか平気そうですね。ただの検査入院と言ったろ。アキ、もういいか。ああ、参考になった。いちいちてめえの遊びに付き合ってられるか。誰っすか今の。一応同じ学園の生徒だ。先月から増え出した謎の無記録書、お前たちも知ってるだろ。あいつたまたま患者の何人かを知っててな、話が聞きたくて呼んだ。それより順平、頼んでたものは。持ち持ってきたっす。そんな動かしたら平気だ。このくらいあまり長いと部活にも響くだろう。取り戻す時間が惜しい。おお、さすがボクシング部のエース。四角いリングが俺を待ってるぜってわけっすか。意味がわからん。そういえば先輩ってなんでボクシングを。
始めた理由か。そうだな、別にボクシング自体に思い入れはない。素手の格闘技なら何でもよかった。昔自分の無力さを思い知ったことがあってな。ああいう後悔がしたくないんだ。それに自分がどこまで強くなれるのか興味もあるしな。まあ言ってみれば自分対自分の終わらないゲームみたいなものだ。なるほど、ゲームっすか。好きっすよ、俺もゲーム。あんたのはテレビゲームでしょ。ああ、でも格ゲームやるよ。君か、おかえり。